今回は、5月9日の調整で、武力上昇値が、プラス4からプラス5になったアンコモン島内を紹介するよ。経略は、指揮5で武力の上がり、速度2倍、銃のカウントが早い長いと、効果の高い経略。さらに、隠密、忍び降格用で、相手が対処しづらく、嵐でより輝く効果ないよ。このカードが調整対象になった理由としては、牙の強い異国ながら、2コスト武力7制圧1の数値面での欠点につき、計略性能はもともと高めで、今回の調整で、より強力になった計略を求めて採用しやすくなったよ。隠密、忍び降下中も、制圧の塗りが発生すると、道がバレるから、計略中に突撃を狙う場所を隠したい場合は、なるべく赤マスを通るのがコツやね。消えとる間は、ユニエレンドのターゲットに習うから、マフィアで止まりにくいのが長所。勝機も、計略と相性のいい突撃術があって、使い勝手は良好。スペックは、号令デッキ向けではないけど、他にまみれる、舞台や計略を採用した。藁やバラデッキなどで活躍できるカードになったと思うよ。ちなみに、旧作三国志大戦シリーズの島内の武力7強く9被爆兵で、計略名、計略テキストも、同じ、旧作で人気のあった確定発動セリフ、戦いの時は来たも。今作り面の、戦い、その時は来た。旧作のオマージュが強いカードでもあるよ。視野が足りぬ。消えなさい。消えるぞ。そこで苦しみなさい。屈しません。策を打つとするか。消えなさい。ここが貴様らの墓場とする。諦めよう。
無事で。俺がやらなきゃ。態度を超えて進む時です。ここが貴様らの墓場とする。この世界を変えてくれる人はいないの。戦い、その時は来た。今は眠りましょう。アラン、アラン。屈しません。視界が揺らぐ。悪来転移はここだ。名脈を取ってくれよ。ここが貴様らの墓場とする。やめけよ。殿はご無事で。視野が足りない。ゴーム解放マスター。まだまだこれは誠を生み出しません。諦めよ。風のように突っ切らせ。止められるなら止めてみろ。視界が揺らぐ。諦めろ。役立たずでごめんね。諦めろ。ご視聴ありがとうございました。